どうもシャーペンです。今回は悪のロリが来たんでやっていこうと思います。でギミックがこれでウィンドだけでしたね。ワープなかったか。というわけで、うわパネルか。はいはいはい、まあ、入れってことなんですかね。全部ちょっと友情を出したい。めっちゃマッチしたけど攻撃ダウン。わあ怖い怖い怖い。めっちゃ怖くない？まあこれ寄せられてドカンとされるんか、もしかして。でもこれ貫通なのか、もしかして貫通臭いぞ。幅なんていけんし。あこれもやっぱダウン、あ毎回これやらないとダウンしないから危ないよってことですかね。貫通だなこれ。全然失敗したし。やべ、逆にこれ、ウィンドなくてもいいかもしれん。いや、ダメか。後半から買ってくるか。いや、これ貫通だったな。完全に、見誤った。終わったかもしれん。いや負けるか。くっそー。二元攻略。ちょっともう前逸にしました。もうなんとなくないかな。吹っ飛ばしたいんですけど悔しい。まだ反射も悪くないんですけど、単純に僕はさっき下手すぎたっていう、もうカットしましたけど、これ前逸チャンスはあの方向を食らいたいんですよね。逆にボス戦で食らえるかな。倒さんし、いったあぶねえあぶねえ本当に。今日ひどいぞ。完全になんかもたもたしてるというか、もたもたじゃないな、浮いてますね気持ちが。ちょっと一回シャッキーします。でここは倒さないといけない。マジですか。おぜいつもらった。やりたいな、ちょっと前逸、本当に。お、ちょうどいい。本当にちょっと、場を設けてくれ。弱点が下に、でもなんか下に合いそうなんですよね。今この悪の通りだとかずっと下弱だし。ワンチャンありそう。あ、そう、指示だ。だから、ウィンドウ別に、最悪なくても良さげですけどね。今全員今持ってないんですけど、ここで座れてちょっと攻撃食らっちゃうぐらいで、まあドクロですればいいですし。ああそうです。うん、で多分この指示のやつはドクロがアップで攻撃がダウンなんですかね。攻撃食らったらダウンするって、だから毎ターン倒したいですよね、おそらくですけど。でも決して広いな、本当に。助かる。と言って、ぐだってるんですけど。あ、そっちか。じゃあ、友情出そう。いけ。いや、全然倒せん。クソぐだってる。動画伸びちゃうよ、時間が。早めに終わらせたいのに。よしよし。うん。こちらのスリーの場合やってくれるの嬉しいですね。優しい。ここか？負けたのって。わ、ここだ。ここ負けたんですよね、さっき。ギリ入ってる、これ。光ったらいいのか。うん。いて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 。倒す。おお、危ないな。そんなトリッキーな動き方。しかもダウンしないからめっちゃ食らいましたね。ダウンして次突破したい。ここは配置が良かった。いや、いないんかな。これ、理想はここでもらいたかったですよね。前逸が指示もらってからの、ドカン。スリー。
ボス戦かな。いやまだ早いか、123で長距離だから。お、来た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 、さあいるか。いた、あれを倒したいな。しかもまさかの次ここでやれるか。弱点上しかもあるし。いや違うんですよね。あでもめっちゃ上下じゃん。え、めっちゃこれやれっていうようなもんじゃん。前逸で声が聞こえるもん。しかも巻いた蘇生だから、これあるな。左弱引かなければ。左ないか。何そのかっこいい。蹴るのか。でここで、うわどこ行ったそんな跳ねる。さあ来た、さあ行けるのか。指示どこだ。これ関係ないですかね。もう危ね。行け。いろいろ入ってますけども、さあどうなる。やっちゃえ、バン。うん、まあ飛ぶさすがワンパンはないか。でっか接待したらゲージ飛んでないかな。まあ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 すぎる。絶対強化とかしたら割といっそうですけどね。1ゲージ持ってけそう。やる、こっから全滅どうしようもねえ。だからまあここはもう落ち着けばいける多分。ナイスマッチ、落ち着け落ち着け。怖いな、これやれなかった時は怖いですよね。雑魚を、突破してやすか、撤退ないんか。でここはアップなかったんですね。デクとかいけんのかな。本当にでも最悪みんななくてもねいけてますからね。今一体ぐらいだったら割と鉄製は広い。これは挟まれか、あそこに。もうそんな入るんだ食らってないのに。勝ったかな一応ちゃんと。いやー逆ちゃうことこれ縛られるのちょっと面白いな。新感覚、お強っ。新しい感覚めっちゃ降ってきたな。この感覚いいですね。そっちはないよっていう逆だ噛み合わんな。終わる人も縦で。おーおお、はい。えずえずもっと気持ちよく来たかったな。接待したらいけそう。というわけで、このロリアは貫通ですね。反射もいけはするんですけど、貫通の方がその挟まる場面いっぱいあるんで、貫通編成しましょう。で、まあ、1体2体ぐらいだったら多分ウィンドダクターもいけますね。だから本当に鉄製は拾うと思います。というわけで、よかったらコメントなんか皆さんのクリアパーティーとかお待ちしております。あと、ついでチャンネル登録していただけるとこんな感じで、毎日もその動画投稿してんでよかったら登録していただけると、これから頑張っていくので、どうかよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら、一戦。